大会出場歴31年を誇る木澤選手ですが、今年その最後の出場する大会っていうのが迫っておりますが、その今までに出た大会は全部ボディービルの大会なんですが、今人気がこうあるっていうと、フィジークの大会っていうのはやっぱりものすごく人気があって、若い人、このチャンネル見てる人でもやっぱりフィジークの人の方が多いかなっていうような感じもあるかもしれないんですけど、あの以前木澤選手がそのボディービルダーの目線として見て、あのフィジークの出場してらっしゃる方のことをこういろいろと言いましたら、ちょっとコメントがいろいろ来たんですけど、それに関して木澤選手のお考えを今一度正しておきたいと思います。あ、よく言われますね。珍しく炎上してましたね。厳しいコメントをされる方は多分ちょっと勘違いしてて、はい、僕はあの今フィジークはすごい体を目指すんじゃないっていうのを、はい、フィジーク選手はすごくないって言ってるわけじゃないですよ、はいはいはい、あのただルールとしてフィジークっていうのは海辺でかっこいい体っていうのがあるので、はいはいはい、そういう体を目指すのがフィジーク競技ですよって言ってるだけなんで、はいはい、別にフィジーク選手がすごくないって言ってるわけでは何でもないです、はいはい、そういうだけです、はい、ボディビルは単純になんか人が見てパッと見て、はい、すげえなあの体っていうのがやっぱ上に行く競技ですよっていうところだと思います、はいはい、まあ、その辺今一度あの皆さんにお伝えしたいなっていうのはありますね、はいはい、フィジーク の, あ の, その審査の基準で実際にあるんですよね、ちゃんと明文されてて、そう、ね、海辺でかっこよく見えるからだっていうのね、うん、ちょっと名前出さないですけど、先週たまたまうちにビジターで、はいはい、オールジャパンのチャンピオンが来てくれたんですよ。でその子がまだ、トレーニング始めてまだそんなに歴もなくて、はい、まだ、5年って言ってたかな、はい、でまあオールジャパンチャンピオンになったと、はい、もう彼が言ってたのがもう勝つなんてとても思ってなかったし、はい、もう周り見たらすごい選手ばっかで、はい、もう自分が一番やっぱりバルクもないしちっちゃかったと、はい、もうなんか勝った時意味が分かんないぐらいの感覚だったらしい、はい、まさにだからフィジークってそのじゃあ彼の体が審査員から見てら一番フィジークにはまってる体だったってことなんですね、はいはい、まあ、まさにそれフィジークのやっぱりこう競技性かなっていうのがありますね、はいはい、彼自身が周りはすごいすごいって思ったけど、はい、でも自分が優勝チャンピオンっていうのは、はい、まあ、まさにこれだからフィジークのなんかこう、はい、まあ、そこが面白さであり、はいはい、っていうところかなと思いますね、はいはい、でもボディビルだとそれありえないんですよね、はいはい、すごいすごいってなってたら絶対多分順位下がってくるんですけど、はい、フィジークの場合はそこがまた違うんですよね、はいはい、非常にまあ難しいのが人が採点する競技であって、それで結構やっぱりその木澤選手も言及されてましたけど、トレンドが変わる。そうですね、だから、うん、特にその、まあ、ビキニもそうですしフィジークもそうですけど、そういうやっぱりその時のやっぱり審査の基準、はい、っていうのがやっぱり結構毎年変わるじゃないですか、はい、ちょっとよく話聞くのがなんか、まあ、ビキニでもそうですけど、やっぱり足はしっかりつけないとダメらしいよとか、はい、なんかだからそうそうそう、じゃあ勝つために明確に何したらいいのっていうのもなかなか分かんないですよね、はい、選手もね。こういう体が一番私たちが優勝する体だと思ってますっていうのにぴったりな体だったんですよね、うん、まあ、そうだそうですよね、本当そうですよね、はい、そうなんですよ。なんでまあ筋肥大を目的に皆さんトレーニングは一応トレーニングっていう、そうじゃないですか、はい、なんですけど、そのそれをじゃあそれだけを目的にトレーニングしてると勝てなくなってくる、はい、競技ではありますよ、ね、はいはい、なんで、うん、本当に競技性としては勝つのが明確に何をしたらいいかっていうのがやっぱりこうやってる選手もね、はい、難しいのかなと思うし、はい、うん、そうですね、だからフィジーク選手なんか本当にもう絶対俺が勝てるっていう自信をつけるときっていうその瞬間っていうのがどういう感覚なのかなっていうのは僕はすごいこう、はい、ボディビルだと分かるじゃないですか、あいつよりでかくなったしあいつより絞れてるからまあ勝てるだろうなみたいな分かるんですけど、フィジークの場合そうじゃないとなると、はい、なんか絶対的な自信っていうのはなんか結構あれですよね、はいはい、難しい、ちょっと結構難しいと思うんですよね、感覚として得るのは自分で、はい、それはだからまあよく僕が料理で例えるんですけど、ボディビルの場合は一番辛い料理、分かります、5個、5個料理が並んでて、この中で一番辛い料理を選んでくださいっていう
だからもう分かるじゃないですか、はい、結構みんな合いますよね辛さの感覚って、はいはい、でもだからそのフィジークとかビキニになると、はい、この味の何かこうイメージを言われて、はい、例えば、旨味と、はい、なんかこうなんかありますね、はい、コクのバランスがこれぐらいの料理をこの中から選んでくださいみたいな感じになってくるんで、はい、非常にだからこうその人の感覚によって審査員の感覚によってこうなんですかね、チョイスするものが変わってくるのかなっていうのはあります、はいはいはい、あのフィジークは、結局極限までその全部発達させたからって勝てる競技ではないっていうところですよね。だから、すごい体を競うものではないですよって言っただけです、はいはい、フィジークの選手はすごいですっていうことですね。そうです、それはすごいんですけど、その僕が言ってるすごいっていうのはそういうことじゃないよってこと、はい、はい、ありがとうございます